はい、皆さん、ティックでございます。それでは、テイルズ・オブ・ゼスティリア、前回続きからやっていきたいと思います。ガラハド遺跡、探してるとこからですね、もう早速前へ進んだらイベントががっつりあるということなんで、前へ進んでいこう。さあ、さあ、さあ、おい、ちょっと一瞬固まってびっくりした。なんだ？おい、お、なんか変なの出てきたぞ。話聞いてないもん、好戦的やな。お、いきなりカムイで、よし行くぜ。あれ、あ、ちょカムイで、よし、最高。いや強っ、めっちゃ硬い、硬い、すげえ硬いよこいつら。おーだろ、なんか下がっとけっつってて下がってへんやつがいるな、一人。おるわ、おるわ、これもしかして出てきちゃう？これミクリオが助けに来るパターンですか？マスカ。そしてミクリオと合体を、アリーシャがミクリオと合体するパターンだと見た、これは俺。そんな気がする。聞いてる聞いてる。え、聞いてる聞いてる、全然聞いてるよ。そうそう、全然聞いてる全然聞いてる。ほらほら、余裕余裕余裕。めっちゃ食らってる、ほらほら、もうもう、瞬殺やん瞬殺。ほら。アリーシャ倒しちゃったよ。え、疲れてる、意外と。きたー、ミクリオくん来ましたね、素晴らしい。そして弓は持ってるけど杖使ってる。あらららさあ、怒ってありますよ。素晴らしい。お、時間稼ぎしてくれや。お、聞こえてるんや。進化してるや、さらに。お、これでミクリオと変身できるようになるわけ。きたねー、できんの。お、なんや、ハオミョなんなん。はい、カムイか。あ、神妙聞く前に終わったんやけど、名前全然聞き取れへんかったけど俺。あれ、見た目でも一緒？あ、一緒っすね。おい、よいしょ。あ、強そう強そう強そう。マジで、じゃあ俺は丸適当に打っときゃいいっすか。ありがとうございます、あざす。なんかもう全然カメラアングルでかっこいい姿見えへんけど。ひどいことなってるけど、このカメラアングル。おお、すごい。青の4連からの、そう、青の4連からの、青の4連からの、あ、溜まってないからね、ゲージがね。あ、溜めてこう溜めてこう。ゲージ溜めてこうね。はい。だから一人死にかけてみてる。青の4連からの爽快の8連。いいっすね。すごいよ、これ。1連からの、早急の12連。かっこいいね。おい。あ、余裕っす。全然余裕やったね。まだ姿見えてへんのか。ミクリオだからってとこか。おい、なんや、かっこいいやつやな、お前。え、ね、見えるようになってんのかな、アリシャ。すげえな。
あれでもちょっと疲れ疲労感が出てるようだった。今の後手ってなったらちょっと疲れてるのか、やっぱ使いすぎて。やった、これで水タイプも使えるようになって、そして何よりもパーティーが4人になったという嬉しさ。これでもライラと選ばなあかんやろ、パーティー編成でね。ほら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 、生徒が1人まで。はい、人形2人。あら来た、純子にも使えますという話でね。あらあら、なんかもうなんかもういろいろいろ出てきたよ、いろいろ。よし、ほら来た、これ使えちゃうよ。どうしようかな、今んとこね、ミクリオの方がちょっと良かった感じがする。移動せんでいいから自分が楽やったなっていう感じがするんだよね。チャージキャスト完了もまず、おお切り替えできる、いいですね、いいっすね。どうしようかな、 BG が1秒だ、ダメージ、ああ操作キャラのダメージにより低下した時、ああどうしようかな、そこまではいいかな。ハイバニッシュ、おこれいいね、こういうのちょいちょい覚えていった方がいいよね。ちょいちょいね。ちょっと待って、いろいろだから新しい技を覚えたみたいなの出てたよ今。何これ、あパーティー兵器に対して能力値ね、術技設定。ああなたはそうなの、覚えてないの、あそうなの、残念ね。それは戦闘中じゃなくて移動中に役に立つやつ、ちょっと見ていこう。この辺はままでいいな、よしよしよし、とりあえずはいいや。ミクリオちゃん装備なんかあったっけか、あったっけ、特にないと思ってんだけどさ。アンバーベスト、ナチュラルベスト、あそうでもねえな、これの方が強いか。あー微妙なとこだな、アンバーベスト結構強いね今の段階でね。でも素の防御力ってやっぱ結構大事だと思うんだよな。魔防が下がるのは痛いな、これだな、ナチュラルベストとこれつけてる感じはするけど、ちょっとな魔防下がりすぎちゃうかこれ。8か、まだやめとこう、これは買いにいいや。アースリングでしょ、リング系はちょっと1個つけてもいいかね感じはするな。ボイドリングはそんなに強くない、ファイアリングの方が強いね。ファイアリングにしようじゃあ、ダメージ 10% 軽減いいね。でブーツはアンバーブーツ1個空いてるよ、あいいね、これでいいじゃん。これか、火に強く地に弱い、カムイズ防御力 4%、 おー術攻撃上げたいんでこのままでいいですか。よし行きましょう、行こうじゃないか。さてとちょいちょい地図を見ながら、右がいい感じだね、右が、よし探索していく探索していく。ほらね石碑が、もうちょっと遠距離で見つけてほしいんやけどな。ドロップアイテム、はい、一番最初に倒した敵のみ2倍、おおいいねそのシステム、なるほどね。一番最初に倒した敵 か欲しいアイテムを持ってるやつがいたらそいつを集中攻撃して最初に倒すってことか。アンバーサーク、よし、じゃあ、そう、ミクリオちゃん。サーク、これか。一緒じゃん。あ、でも、ついよ。ついよ。完全上位アンバー出てきた。ヒルいるね。戦っとこうか、一応。お金欲しいからな。はい、来た。ふる。当たらない、この感じね。行くぞ！いやー、いいね。もう4人パーティーだった、これで。でもカムイカは俺しかできひんわけやな。でもそのうち多分カムイカもう一人できるようになっちゃうかなって気がすんねんけど、そうでもないんかな。おい、よいしょ、いやすごいねこれ。サクサクいく、サクサク。アンバーリーフっていうの集めてたの、あ持ってんの、落としたやつってパターンもあるんだね。防御性能高くなる、こっちの方がいいね。よし、こういう感じでいきましょう。ちょこちょここう装備品がいっぱい手に入るからね、変えていきたいところ、いいやついいやつに。ほらこのヘビ野郎、うーる、あしまった、俺撃つ前に、いくぞ、チャラゴラ天狼賞からの、あ待って、天狼からの、おしこの天狼からの覇賞が使えるね。あどこ行ったの、こう TP のシステムじゃないからさ、こう連続で撃ちやすいんだよね。あざす、あこんなところにファイヤーインザホール、よし、さあ開けていこう、何が出るかな。いやー目の前、悪魔の羽だってさ、いいねー、いっせー、
見た目変わるやつはちょっと優先的にスレイにつけたいなっていうところがあるんやけど、俺の中でさあどうなんやろ。悪魔の羽いっちゃう。いやー可愛らしい、いいねいいね、可愛らしい感じでいいんじゃないですか。優先的にスレイにつけようと思ったけど、まあいっか。いやでもスレイにつけるようつけるようにしてきゃ、そのなんていうかね、見た目が順々になっていくかなって気がする。いつでもルドガーはもう絶対外さない。これはもうダメ、これはもう絶対外さないの。これは外さないね。こうしてこうしてこうして、これひどいな。テンガローハットにして、じゃああなたちょっと悪魔の羽つけますかね。はい。じゃあ悪魔の羽持ってんだよ。そうだよ、なんでお前も悪魔の羽つけんだよ。やめろよ、同じのつけたら面白くねえだろ。よし、やめなさい。オッケーオッケー、これで違う。さあ滝見えてきた、ボス戦だろこれは。やってやるしかねえな、まあ、ボコボコでしょこれ。調べる、浄化すればいいんだな、これを。やっぱそのとこを浄化するのにはなんか結構、あ、これはそうか、氷魔法来たね。おお素晴らしい。おおすごいね、ええ感じの塊になったね。これ何回も凍らしてきゃいいんじゃねえの。おおどうした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 。お、反応したんか、あの持ってたやつが。誰かが書物を書いてる。どけられたの今の、もしかして。そうでもないな、閉じられた。でも全然分からへん今のじゃん。あ、そういうことか。すみません、俺全然ちょっと反応が遅かった。おお、いいっすね。これでもあれか、最終的に昔の同士の人らとかも出会えるのかね。あれ、あ、マジで一人とやったのにこんなになってくるの。あ、素晴らしい、すいません迷惑かけます、すいませんね。あ、データセーブ、あ、セーブセーブ、細かいセーブがね、世界を救う。よし、細かいセーブが、細かくセーブしていこう。いいえじゃねえっつって、オッケーオッケー、細かくセーブしていこうぜ。よしよしよし、いや、いいね、ボスかなと思ったんだけどな。でも滝が汚れてねえか、そりゃそうか、汚れの根源みたいなとこ行ったらボス出てくるかな。まあミクリオだ、もともと仲良かったからね。それもあるよね、ミクリオと仲良かったからじゃないの。やっぱり手紙やったね、いい趣味やん。完全に起きてるけどな。それ見えるな。これでもあれだよな、アリーシャが早く抜けちゃうとミクリオとかライラどっちか分からんけどパーティー入れられへんわけよね。それはめんどくさいよね。新しいアイテム手に入れた、滝の聖水ね、チェインキムルクだった。はいはいはい、あー、もうそういう感じで大地の気温がそういう感じでちょいちょい入ってくる感じなんだ。オッケー、どうしようね、先にあれ出かけてはるっていうおっちゃんか、聖堂戻りゃいるんかな。ブルーの姿勢さそう、
地の主になってくれる天族を探そう。あ、裏にめっちゃ出てる。天族を探そうってことは天族いるんだな、この辺に。よーし、ここか。ここでこんにちはか。役員長かアップル組、ありがとうございます。おか、この人か。この人がブルーの司祭って。おー、ええ人やか。いや、めっちゃええ司祭の人だった。強い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 。ここまで言われたら受け取らへんって無理だよな、物理的にな。がっつり見ちゃった。今のええ人そうに映ってるけどね。びっくりするわな。もう同志ってすごい人やろ、生殖のこういう人から見たら。街のど真ん中何してんのこれ。こうやってでも伝承が残ってるとかいいけど、残ってない街だと大変そうよね。早いなこの同士。ダメだな、星座鍛えとかのだかんぞ。いざって時役に立つからな星座。で、これで天族を探しに行くんか。この町に天族いるんか。今のところ出会ったことねえやんね。さあ、お、確かにな。ほんとか、持って言ってないか、持って。さあ、地主になってくる天族を探そう。貴族街は結構見たよね。もうちゃう方行ってみるか。ここも多分あのイベントなれが出てくれると信じてんだけど、今んところでもヒント全然ないんだよね、この天族の人で。全然いないんだもん、だってノーヒント、ノーヒント、ノーヒント困るね。あら、いないね。あ、そう、貴族街か。じゃあマジでどっかのお店の中とかじゃねえかな。意外と聖堂の中にいたりとか、そういうケツはないかな。それとも俺が意外と回ってないだけ、気づいてないだけとか。誰だろうな天族。天族今のところ出会ったことないんですけど私。怖
この町に、多分この町にいるんだよね、書き方的に。こう関係ない話題めっちゃ出てくるけどな。ドラゴンが住んでるとかさ、蜂が落ちたとかさ、ヒント的なサムシングだけでいいよ。へー、こう真正面とか入れるとかそういう落ちないかな。真正面のところ、そこ、はてなはてなはてなや、でも同士になったからいけますみたいな、そういうことない。姫様言うからさ、いけます的な。どうよ、どうなんよ、どうよ。ダメか、お姫様いてもダメ。お姫様権力弱えな、頑張ってくれよ。すっと、あとどこだろうな。聖堂の中いっぺん行ってみるか。いっぺん聖堂の中入って確認してみようかな。建物の中までは今回あのこのクエストのこれ出てくれないんですよね、行くべき場所みたいな。なんで建物の中は今回ちゃんと見ないとダメなんだよな。もうあとここでさ見れない場所って言ったら聖堂の中だけなんだよ。宿屋はちげえだろ、さすがに宿屋はちげえと思うから聖堂の中行ってみよう。ブルー司祭には普通に合うんちゃうのこれ。司祭に普通に合っちゃいそうな気がするけど、まあこの町はそれは簡単にね話を運びますよね。問題はこの町以外のところにこういう話が簡単に運ぶかどうかと。いなくね。え、ちなみに新しい鍵でさ、ダメだね、新しい鍵で開かないか。これ見たっけ一回、両方とばっかとか。あそこそう、これが開かないんだよな。どうだと思ったんだけどな、完全これ。これおかしいよな。ヤクザ長官ありがとうございます。街出る感じ出してみるか。街出る感じ。ん？連続で調合した。そんなわけねえな。おい、どうしよう、デマだろさ。おい、デマちゃうぞ、この野郎。どこにいんやろな。どっか歩いてたらイベントでとか。宿屋もう一遍入ってみようか。入れる数少ない場所やしね。前のテイルズは宿屋の中でイベントってのは結構ねあったわけですよ。今回はどうなの、宿屋の中でイベントっていうのは。あそこの奥でさ、こう部屋入ったらみたいな、実はいますみたいな、そんなことはなかったね。じゃあこれやっぱ外か、外にいるんだな、街の中じゃないと。何もスキットはなかった。誰がなってくれんやろ、まだ見ぬ子なわけやろ。あ、ちなみにここでちょっと、よし、融合やってこう。いやー、融合やってこうぜ、やっぱりな、大事だよね。どうすかね、剣アンバーリーフ、アンバーリーフにアンバーリーフ、ほい、融合、よし。次、アンバーサークにアバサーク、融合。お金めっちゃ溜まってるからガンガンいけるよね。ナチュラルベストに、こっちの方がいいんかな、これの方が強いんやろ多分ニュアンス的に。でこれに、これちょっと消えるやん。この青字のやつって多分レアだろこれ、多分これレアなんだよね。レイトフルってやつ、これが多分レアなんだよね。じゃあもうちょっとやってからの方がいいよね。この青字これ多分レアだろこれ、そんな気がすんだけど、違うんかな。とりあえず融合めっちゃ簡単にできるんだけど。ガンガンいけるんだけど、どれでも一緒か。まずこれいこうか。はい、で2にしてから、この辺はそんな変わんねえのか。この辺はただ純粋に能力値が上がるだけって感じだね。はー、ブーツいっぱいあるぞ、ブーツ。みんなアンバーブーツ着てるけどな。あ、これすごいね、みんなアンバーブーツだよ。バトルブーツちょっと1個強化しようか。すげえ、これをベースにして誰か履いたら強くなるようにしようか。バトルブーツすげえな、お金あるとやりたい放題だな。あ、いいじゃないですか、青になったよ。これなんか気になるな、これ青がいいのか4がいいのか。防御力は上がるんだよね、青の方がレアっぽいけど、まあいっか、混ぜちゃえ。適当、顔なじみになりました。ありがとうございます。これ ランク上がったらなんかあんのかね。オール。これやっぱ新しいの出るんだよね、こうやってね。アンバースピア。これがつく分か。
基本的には今持ってるやつで全部強いと思ってるんだけど、この辺を買ってたから融合ガンガンさせていくってことなんだろう。中としてはさ、例えばこういうことしてさ、これを全部買って融合させてプラス上げるとか、そういうことでしょ。どうしようかな、ちょっとやってみるか。すっげえお金もったいねえ使い方な気がするけどな。でもこういうことなんでしょ。こうやって購入してこれをこういうことするんだろう。多分これをこうでしょ。これ多分攻撃力やっべえよね、これね。こうしてこういうことでしょ。これやばいよね、多分こんなんしたら。はい、リーフ2で、おいおいという感じで、これでしょ。やばいね、楽しい合成楽しい。お金がもうない、お金ねえよ。アンバーティア、これ買ったらダメだな、もうお金足りねえな。ちょっとも足りなさそうだね。ちなみに売る方はどうな、俺。あ、この辺売ればいいんか、お菓子作ったやつとか。この辺はちょっと古代系はな、売らん方がいいと思ってんだよね、なんとなく。あとは売るもんないね、特にね。これ売っとく、売っとく。これお菓子お菓子美味しそうやけど、売っとくか。アンバーティアラ、こう買うじゃん。装備しなくていいよ、多分。ティアラこれ強さそんな変わる、これ一緒か、一緒だな。でこれで能力値を上げる、こういう感じで。これめっちゃ強くなったんじゃん、いいじゃないっすか。かなりバトルブーツはさ、どうなん、レベル3、レベル3。あ、でもそうでもない、全体的にちょっと下がるギアがすごいな。スレイ以外はどうや。あ、ダメだね。すっげえ足は速くなってる感はあるけどね、すっげえ速くなってる感はあるけど、まだちょっといまいちって感じだな。称号の熟練度は5以上いくね、まだまだあるみたい。よし、とりあえずこんなもんでいいかな。お金めっちゃ使った貯めた分めっちゃ贅沢使いしちゃった。こういう感じでいこう、ガン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 。あれ、そう出たんだ、合ってる。どこ行くんだろう次。でもちょっとさ、情報がねえな。もっと町の人に聞いた方がいいか。出てねえかな、マップに。あー、マップ出てないな、マジで。これ情報収集してなあかんのかな。水神の様のたたりっつってるやん。俺なんかその人が怪しい気がすんねんけど、水神様じゃね。外に出るの合ってるっぽいな。ちょっと中の人にちょっともうちょっと話聞こうか。情報が足りない、不足してる情報が。しっかり話聞いていこう。でも口うんってなってる人らはさ、基本的に喋った。あ、これか、多分。融合マスティン、迷わず融合、融合だけがお前たちを強くする確かに強くなってるよね。この口開いてるやつが多分キーなんだよね。流されただけ、これだね、やっぱり。これやっぱ見に行くんちゃうかな、これやっぱ見に行く感じよね。橋一回見たけど、あそこに戻るんちゃうかな。今わざわざ喋ったからね、その橋見に行こうか、もう一遍ね。そこにいるんかなって気はするけど、その人が多分あれだよ。よし、じゃあちょっとその橋を見に行こうか。時間がいい感じなんで、この辺で一回セーブをして終わっておきましょうか。ヒロリーンとセーブ、こっちですね。はい、セーブ上書きします。そうです、上書き中。はい、もうちょっと行こう。はい、 OK、 よし、じゃあセーブしました。今回じゃあここまでしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。まあ、ということで次のパートも見てください。それではお疲れ様です。